弱すぎるみたいで、なんか今までのその早すぎる RPG とかあったりな、あれはクリア時間5分とかだけど、これはね結構なんか30分以上かかるみたいだからね、本当にちゃんとした RPG なのではないかというね感じです。早速ねやっていきたいと思いますね。レッツゴー。お前の望みは、あ、弱すぎる RPG。 そういや王に呼ばれてたんだった呼び捨てやめ。しゃあねえな、この最強勇者ハルルド様が、直々に王に会いに行ってやりますか。ハルルドは引き出しを開けた。ゴミみたいなものがたくさん出てきた。なんかの役に立つかもしれないし、持っていくか。入っているかわからない殺虫剤を手に入れた。パンくずを手に、パンくずとか手に入れるものだないだろそれ。木の棒を手に入れた。モデルガンを手に入れた。マジでゴミみたいなもんばっかりだな。あ、雑魚雑魚ほんとだ、 HP10 だって。ちょっとこれやばくない？大丈夫かな。あ、そう。わ、敵だよ。犬が出現。犬と HP 同じだよ。 HP10 攻撃10。ちょ待って、攻撃10ってもう終わりじゃないのこれ。その辺にいる犬、なんだこのクソ犬は。準備運動があったら軽くひねり潰してやるか。戦う。あ、魔法とかもできる。あ、魔法覚えてないんだ。戦う。逃げれないね、攻撃。 OK。 あ、かつい。待って、これ弱いとかじゃなくないこれ。じゃあ次はアイテムを使っていこうかな。あー、パンくず、いけ。あーさー、そう回復だったそしたらじゃあ木の棒かな。木の棒どう。木の棒ね、なんかワンちゃんだからね、こう棒を投げて遊んであげるのかね。そしたら木の棒ね、おるよー。あ、よかった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 。犬は木の棒をかけて去っていった。やっと。あぶねー危うく俺の真の力を解放してクソ犬を灰にするとこだったぜ。最強勇者ハルルドとはいえ、無駄な殺生は避けるに越したことはないからな。よし、王のとこに行ってやるか。おめえどの口が言ってんのそれ。あれ、お前か。はい。あんま望まれてなくないこれ。まあいいか、雑魚。あ、いや、ハルルドよ。はい。絶対期待されてないぞこれ、ハルルド。魔王がやばい。はい。魔王を率いるモンスター軍団が人間を滅ぼそうとしているのだ。はい。出た。返事だけはいいやつ。というわけで魔王を倒してこい。はい。あわよくば、おそらく魔王が持っているであろうやべえ石を手に入れてほしい。やべえ石？見ればわかる。はい。すぐ納得するやん。とっとと行け。あらよ、なんだ、なんかお金とか強い装備とか、まあ大事だよねそれ、 RPG だとね。くれるかな、くれないのかな。ない。だってお前弱いじゃん。ひどい。どうせ死ぬやつにそういうのあげるのもったいないじゃん。じゃあ、わかった。そこの兵士、なんかその辺にある、なんかあげて。わかりました。何くれた？あ、魔導書っぽいもの手に入れたよ。なんかよくわかんないけど、多分すごい魔法とか書いてるから。はい。お前には読めないと思うけど、わしも読めないし。はい、じゃないんだよ、そこは。まあ、頑張って。あんまり期待してないけど。俺はめっちゃ強いので大丈夫です。
すごいポジティブだな。じゃあ、頑張って。はい。魔王の城はここから徒歩10分だ。途中にモンスターがいるはずだから、死なないように気をつける。もう死ぬじゃんこれ。どうすればいいの。徒歩10分。うわマジ？すぐ出るよ。うわでけえ蜂来ちゃったよ。待ってやばい、攻撃力が100だって。でけえちっちゃくモンスターが。俺が本気を出したらこの村ごと焼き尽くしちゃうから注意しないとな。待ってどうしよう。無理だ。アイテムで、あこれだ。殺虫剤だけほとんど空っぽ。これだなきっと。ほら行け、ほら。おお、なんか嬉しい。あ、危うく村ごと焼き尽くすとこだったぜ。俺は最強だが、敵とのバトルはできるだけ避けた方が賢明だな。お前がすぐ死ぬからや、暴言。わあ、仲間かなこれ。ヨーテレーゼ。あ、テレーゼだ。知らんけど。俺魔王を倒しに行くんだ。お前には無理だ。俺なら倒せる。魔王は人間を滅ぼそうとしているくらい強いという噂だ。俺なら倒せる。いや無理だ。数人で力を合わせながら戦う方が賢明だ。俺なら倒せる。しかしだな、俺なら倒せる。もう話聞いてあげて。うん頑張れ。おいねえ、仲間にするんじゃないのこれ。勝手に人物に触るんじゃない。はい。パンいっぱいあるじゃん。勝手に人物のものに。すいませんでした。お前か、勝手に人の家に上がってくるんじゃない。はい、待ってこれは、あ勝手に。前かよ。金のやつに売るもんはねえよ。ひどい。おう、マイちゃん、冒険に行くの？魔王を倒しにな。ああ、マジ？俺最強だし。ハロルドだったら絶対途中で死ぬよ。いけるって。お前、仲間になってくれって一言言えばいいんだよ、それ。あ、なんか心配だし。私もついていこうか？一人で余裕しちゃう。もうバカ野郎お前。あっそう、じゃあ頑張って。ひどいこれは。もしかしてお前さん、前にお前がいた世界では強すぎたんじゃないかい。何どういうこと。あはは、年寄りのたわごとさ。なんかちょっと気になる。何それ、どういうこと。あ、何あれ、ゲームなのに。おい、人の宿に落ちてるもんに勝手に盗むんじゃねえよ。すいません。あはははは。なんでよ、いいじゃん。どうやって見えるんだよそっから。四角だろここ、四角。ここは嘘でしょ。待って、止めてください。そしたら、いらっしゃいって。あんたかよ、自分の家で寝ればいいだろ。金のないやつに用はないよ。うわぁ、ひどいよこれ。ウェイウェイ。どこに行く気なのザコちゃん。ウェイ。待ってよ、ウェイ系来ちゃったんだけど。みんなウェイ系来ちゃったよ。うざい。どうしよう。ウェイ系はモデルガンをちらつかせたら、いやいや勘弁願うみたいな感じで逃げる絶対これ。はい、ほれ、いえーちょらね、ほらよ。ウェイ系は無様に走り去っていた。やっぱウェイ系には銃なのよな。逃げてった。ふぅ、無駄に人を殺めずに済んだぜ。あれ、今使ったモデルガンどこ行った。くそ、あのウェイ系が川に落ちたのにびっくりしてどっか行っちゃったな。なんだウェイ系って。
確かこの先にもたくさんのウェイ系がいたはず。モデルガンもないし、俺が本気を出すわけにもいかないから、なるべく接触しないようにしていくか。怖いねこれ。うわー待てよこれもうさー待って、こうね、こう、うわ待って、やばいこれ。こう。はい。うわー、ここから先はモンスターがうろついているみたいだ。俺は強いけど、無駄な接触はしたくないが。何回言うんだそれ。なるべくモンスターと接触しないようにしよう。はーい。え、でもちょっとさ、接触してみたよね。初めてだしね。初めてのお友達。もう戦闘画面にも行かないじゃん、これ。そういうことね。戦闘画面にも行かない雑魚ってことね、これは。なるほどね。オーケー。ナーイス。何これ。うわ、なんだこの岩、邪魔くせえなぁ。ち、行き止まりか。え、待って、やばくないこれ。え、待って、うわー、待ってくれ、俺は最強勇者ハロルド様だぞ。お前もっと長生きしたくねえのかなあ、逃げた方が賢明だぞ。な、な、待ってくれ、命だけは、命だけは頼む、金なら出す。どうか、お前金持ってねえだろ。ハロルド、もうしょ、超心強い、頼む助けてくれ、金なら出す。でも持ってないんだってお前。心配なってついてきたらあんなじゃ。まーじゃあとりあえずまずはこいつを倒すよ。え、嘘でしょ、サハーギン一緒に倒すってこと。 MP 回復率15、凶暴なお魚モンスター、私の魔法でちゃちゃと片付けるよ。え、マジアイスディフェンス、これだ、おいけー、おらんよー。おおおお、待って、魔導書意味なかったこれ。魔導書意味なかったかこれ。あーぶわー、ありがとうマイシャー。この岩が邪魔で取れないわけね。おい、そんなのなかっただろう。マイシャここから先もついてってあげる。わあ、神様、仏様、魔主様。でも、敵が複数になるとハロルドを守りながら戦うのは難しい。じゃあ、ハロルドを家で待ってるよ。そうですよね。どういたしましょう。自分の身は自分で守ってほしい。それはあまりにも濃すぎます。これを持ってて。うわあ、守護の魔導石を手に入れた。これは守護の魔導石。これを身につけていれば、ハロルドでもま、だって、魔法、この私目がなんでそんな、あやばいよこれ。ちょうどいい。細かいことは実践で説明する。おい、これちゃんとした RPG だこれ。うわ、2匹来ちゃってやばい。死後の魔法、魔導石器を身につけることで、使える魔法はハイパーガード。ガードするだけしかし、私と MP はゴミレベルでして。大丈夫。この死後の魔導石器を持っていれば、すべての魔法の商品 MP が1になる。すごすぎるだろ。だから敵が複数現れた時はハロルドはハイパーガードを使って、ハロルドが自分の身を守っている間に私が敵を倒すから。わかりました。おお、わかった。もうそういうことね、ハイパーガード。いけー、おらんよー。わ、ドカーン、強すぎるか、これ。あ、すごーい、マーシャ様。次のターンは何をすれば。そうね、それじゃハロルドにこの石を預けておく。ハロルドは赤の、小魔導石かな、青と緑。やばい、これは魔導石を使えば、HP を回復したり、MP を回復したり、状態異常を直すことができる。すげー、ハロルドは、ハイパーガードの効果が残っている間はこの小魔導石で私を支援して、
この昭和のお席はどんなに使っても減らないから、すごすぎるだろこれ。それでは私めもお役に立てそうです。私も MP の消費が激しいから、このターンをまず青の昭和のお席を使って。これね、青ね、 AMP、 これね、はいはい、おーすげー、いけー。え、ね、めっちゃ強い。え、なんか今回の RPG ちゃんとしとるぞ。しかもレベルも上がるぞ。雑魚のレベルは上がらないんだ。はぁ、勝てた。よくできました。次からもその調子頼むわよ。はい。アイテムを使う役割はハルルドに任せる。私はハルルドを信頼して、アイテムは一切持たないことにする。マジ？ちなみに、昭和の席は戦闘中以外でも、やばすぎるだろ。それと、もともと魔法使えるものは人間でもモンスターでも毎ターン MP が少しずつ回復する。なおね。必ず一人も死なずに生きて帰るよ。一人でも死んだら、ここでゲームオーバーだと思って、頑張ります。さあ、とっとと魔法倒しに行きましょう。変な虫が飛んでる。よし、おらんよー。普通に RPG してんじゃん、これ。おらよー、おりゃー。あ、マーシュ様ありがとうございます。何急に。いい感じだよ。マーシャ様が生きていてくださって、こうして生き延びられております。はい。こっちこそハロルドの支援に助かってる。あらよー、ハートマーク。今までは強がっていましたが、本当は自分が雑魚というのは痛いほど分かっているのであります。レベルも全然上がらず、ちゃんとした武器も重くて持てず。しかし、お強いマーシャ様の支援なら、私めにもできるのだと気づかさせていただきました。ハロルドは確かに雑魚かもしれないけど、足は結構速い。その速度が戦闘の支援では、結構役に立つの。自分に合った場所を見つけるっていうのは、結構大事なこと。ありがたき幸せ。マーシャ様、私めは、待てこいつやばそう。届きな人間が魔王様を出しにこちらに向かっていると聞いた。貴様らがその届きな人間か。はい。なんて正直なんだ。逆に不安になっちゃう。とにかく魔王様を倒す言うなら、最強四天王の一人、この C 様が相手になってやろう。クククー、今のうちにメイドの土産でも買っておくんだな。いや、強そう。うわ、強そうだよ、これやばい。強力な必殺技に注意。待って、やばい。まずハイパーガードでしょ。自分、いや、これだよな、普通にな。普通にまずハイパーガードしてから、結構強そうだね。ハイパーガードで、よいしょ。うわ、うわ、うわ、待って待って待って。うわ、600、やばい。これ600やばい。カー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 。どうだ、俺の必殺技の切れ味は。貴様らの命ももはや、風前の灯火。貴様らでも俺に勝つことはできないのだ。これやばくない？誰か来てくれ！貴様らももう虫の息といったところか。さあ、おとなしく、タイの餌にでもなってもらおうか。待てー！誰だ？心配に思ってついてきた。クククン、何集まろうが同じことだ。今のうちに昭和同席で回復しておこう。人間ごときがこの指定の最強の神様に勝てるはずがない。さあ、俺の刃のサビとなるがいい。いいぞ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 。こいつは最初に威力の高い大技を使ってくるようだ。威力の高い技が来るときは防御のコマンドを選べ。わかった。防御ってどうやるの？お前は防御のやり方もわからないのか。ハロルドはとりあえず、さっきと同じようにハイパーガード使って。わかった。俺の大技をお見舞いしてやるぜ。あ、ちゃんと教えてくれるんだ、これ。そしたら、ハイパーガードで、防御。
テレテレテテレテテラタラタタラ。どう？見守ってる。え、ルピー100やばいだろ。あ、ナイスナイス。この技を耐えるとはなかなかやるな。また MP が溜まったら必殺ギリをお見舞いしてやるぜ。私は剣士だから必殺技を使うことができる。必殺技を使うには TP が必要だ。攻撃をしたとき、ダメージを受けたとき、防御をしたとき、TP が溜まる。魔法を使ったときは TP が溜まらないから、あ、なるほどね。そろそろ TP も溜まってきたし、私の必殺技でぶっ倒してやるか。お、66溜まった。だね、のののアイテムで、とりあえず回復して、どうしようかな。スーパーヒールでもしておくか、ちょっと。必殺技いけー、とりあえずいけ。うおー、強すぎる。アイスディフェンス必殺技どうだー。ウーフー、あー、アイスブラスト覚えた。ナイス G、 3対1とは卑怯なり。今に見ておけ。四天王で束になって貴様らを叩き潰してやるからな。そうか、四天王だから4人いるんだ。なんとか勝てた。ハロルドの支援のおかげもある。ありがとうね。どういたしまして。あいつの口ぶりではこの先に四天王がいるようだな。そうみたい。俺たちなら倒せるぜ。そうだといいが、まあいい人も先に進もう。ハロルド、HP や MP の回復を忘れて、はい。特にあんたは MP が切れるとハイパーガードが使えなくなるから分かった。お任せください。誰だ？ふふ。やあ、君たち。誰？僕は謎の最強魔導士ルキウス様さん。この先には四天王が待ち構えている。君たちだけの力で倒せると思う？俺たちなら倒せるさ。そういうスポコンみたいなノリはいらない。ちなみに、スポコンというのは、スポーツ根性ものの略さ。もう、わかったわかった。要点を言え。四天王はその名の通り4体。しかし君たちは3人。これでは数の上では不利だ。それは確かにその通りだ。そこで、この謎の最強魔導士ルキウス様を仲間にしないかってこと。それはとても助かる。いけ。まあ、そこの勇者風の青年はいかにも雑魚感丸出しだから、実質3対4って感じもするが。まあいい、それじゃ早速。謎の最強魔導士ルキウス様率いるスペシャルルキウスバスターズで四天王をぶっ倒しに行きますか。スペシャルルキウスバスターズか、かっこいい名前だな。嘘だろ。テレーゼはセンスをドボにでも落としてきたのかな。さあ行きますか。え、しかも、え、待って。え、やばい、強そうだよみんな。なんか白いやつが人で増えてるけども。こいつらがあんたの言ってた人間どもね。まったく、この程度の人間どもも始末できぬとは、四天王の面汚しよ。あー、とっととやっちまおうぜ。僕は謎の最強魔導士ルキウス様の、もうくどいんですけど。四天王、うん、あ、四天王ってことね。四天王、うん、4体合わせて四天王。お前ら雑魚の名など聞くに値しない。この謎の最強魔導士ルキウス様の謎の最強魔法で貴様ら雑魚など一瞬で海の木図、山の肥料にしてやるわ。くらえ、謎の最強魔法。スーパールキウスダンスダンスレボリューション、プレゼンテッドバイコナミフューチャリング織田信長。来るぞ。あ、しまった、間違って地獄って。え、おい、待って、やだ、そんな出会ったばっかりなのに。なんて恐ろしい謎の最強魔導士なの。自らの命と一回に死をコッパみじんにしてしまうとは。残った奴らにとっとってやろうぜ。こちらも一人失ったが、相手も一人失った。これで3対3、数で言えばいい勝負だ。うわー、マジか、ちょっと待って、やばいかもしれない、待って。うー、ちょっと待ってよ。
弱点が氷、天が氷、脳が雷、ウーは特になし。毒攻撃して、あ、毒攻撃してくるの待って、回復、じゃあ天を先にやっつけた方がいいのかな、これは。次だ、次次、まあ、とりあえず回復させておいて、あ、攻撃どれぐらい当たるのかわかんないけど、回数1、サンダーブレイク、いけー、やだー、やったよー、ワイドリカバリー、はぁ、あ、やばすぎた。この森を抜ければ魔王城、いやもうひねりつぶせないよー。ナイスセナイスセーブ、魔王城来てしまいました。わ、ゾンビいるけど、嘘でしょ、待って、うわーい、600、魔王城に住む人形モンスター、全体攻撃なんだ。サンダーブレイク、サンダーブレイク、よし、イエーイ、セーブしとこう、ちょっと危ないから、足、オッケーオッケーオッケー、今平気？大丈夫？宝箱あった、宝箱！ドギャン！ドギャン！オッケーオッケーオッケー。あい！あいやー！うめーい！ 18 レベルだって。魔導士のついてに入れたけど。見て！ 110 が160に上がる！魔法力も187から237。なるほどねー。すごすぎる。多分上なんだけどね。こっちにも行ってみよう。うわほー！強すぎる！いけー！うふー！19レベルだって。うほー！なんか書いてあるの、なんか上に。剣士！待って、勇者の剣装備してるけど、テレーゼ。お前が勇者だったんか？おい。お前が勇者だったんか？くそー。お前が勇者なのか？ひどい。そうだよ、俺なんてただの雑魚だからな。セーブしたから行くよ。この先から魔王の強大な魔力を感じる。準備が整っているなら、セーブもしたし、装備も整えたし、大丈夫だよね。きっとね、大丈夫だよね。来たのか、魔導士、剣士、そして雑魚。ここに来たということは、四天王はやられてしまったか。コテンパンにしてやったぜ。貴様らの願いは何だ？この世界を手に入れたいのか？なぜモンスターを倒す？お前たちモンスターが人間を滅ぼそうとしてるからだ。モンスターが人間を滅ぼす？なるほど、そういうことか。お前たちは疑ったことがないのか。本当はその逆かもしれないと。そんな言葉には惑わされない。なぜモンスターを殺すのか。人間より弱いから。この世界は弱いものは死んでいく、強いものが勝ち残るんだ。ってことは、雑魚がいなくなっちゃいません？弱肉強食、弱いものは殺されても文句がないと。強いものが勝つ、それがこの世界の真理だ。ならなぜお前は生き残ってる？強いから？違うな。強いものに守られているからだ。はぁ、あ。強いものは弱いものを守らなければいけない。強いものも弱いものも等しく生きる権利があるからだ。なのに、
お前たちは自分より弱いモンスターを踏みつぶしてここまで来た。俺の言いたいことがわかるか？俺にも守らなければいけないものがいる。そして死んでいった弱きモンスターたちの胸をここで晴らさなければいけないのだ。覚悟しろ人間。待って、墓では俺の仲間たちと仲良く…待ってよ待って、とりあえずガードでしょ。リゼネもしといて、精神統一してリゼネす。うわ、全だ、いけるかこれ。上がった、リゼネで回復。えっ、怖いか。今のうちに逃げたらどうだ。まあ逃がすわけないけどな。お前たちが殺めてきたモンスターたちの狩りはここで返させてもらうぜ。待てよ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 、大丈夫だ大丈夫だ。これ使わないのかな、これな、鍵なんだよこれ。ポーション、ポーション、待てよ、ポーション使おうか。待てよ、これで、じゃあこれでいいか。防御、ちょっと防御してみよう。ちょっとポーション使ってリカバリーするでしょ。うん、オッケーオッケー。あ、でもそんなに MP がなくなってきたから、そこの雑魚に聞こう。弱いことは罪なのか。いいや違う、弱いものを踏みつぶすことが罪なのだ。BGM かっこいいな。BGM かっこいいかよ。おなよ、おな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 、リカバリーして、じゃん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 、いいよいいよいいよ。うわ待って、体力が半分、やば。オッケーオッケー、でも大丈夫でも大丈夫。ハイパーガード、リカバリー連続、ハイパーガード、リカバリー。弱いものを踏みつぶすのは気持ちがいいか。気づいているはずだ、自分もいつか踏みつぶされる側になるということに。マジ、さあ墓に入る準備はいいか。え、待ってー、ちょ待ってー、パンくず防御かなー。魔導士っぽいもの使ってみよう一回。あーでも防御かなー。はい、ここね、防御、お前たちはもう踏みつぶされる側なんだよ。連続ね、次あれかな、切れちゃうかな。魔力回復しておいて、連続剣ヒール、あーやったー、やーい、かっ
負けるわけにはいかない。俺には守るべきものが。何を守るの君は。あれの力を解放する時が来たようだ。え、何あれは。あ、やべえ、意志。恐ろしい魔力を秘めた超魔導石。三つの超魔導石を手に入れた者は何でも願いが叶うという。無論一つだけでも強力な魔力を手に入れることができる。その代償として己の命は蝕まれていくが、褒めてやるぞ。この俺に超魔導石を使わせるなんてな。ふふふ。目に浮かぶぞ。お前たちが苦しむ姿。さあ。第2ラウンドを始めようぜ。第2ラウンドって言うとちょっとかっこ悪いけど大丈夫か。待って待って待ってよ。回復して。回復した。回復して。オッケー。待って。テレーゼ。ザゴのくせにしぶとい。貴様もとっとと楽になれ。え？全部俺のせいだ。安心しろ。お前もそいつらと同じ場所にすぐ行ける。攻撃を…嘘でしょ？往生際が悪いんだよ、雑魚の分際で。ひどいよ。うぐぐ、超魔導石が俺の命を蝕んでいく。早く死んでくれ。あと一回だ。ふざけるな。ハイパーガード。死んじゃうか。今なら倒せる。攻撃しちゃうよ。みんな攻撃いけー。倒しちゃった。これはさ、なんかの鍵をさしてみる。はい。はい。エリクサさ。待って、大丈夫かなこれ。待って、自分に使っちゃったりしないこれ。ちょっと怖いから、一回怖いから。スノー。怖いんだけど、なんか無音になっちゃったんだけど。やめて、音楽かけてよ。なんで？セーブした。エリクサ。
2個だよ、エリックさん。やあ、魔王、今日は早いね。人間？なあ、どうしてマーシャは死んだんだ？テレーゼは？来ないで。なあ、どうしてなんだ？魔王は？死んだよ。ザコス。って言っても、ガードしとこうね、ちょっと。はい。待って。死んでしまったんだけど。2個目だ。やべえ、石。戻るか。なんかの鍵だって。なんか意外となんかストーリーがしっかりしてるというか、今回なんか、笑えるところ、ウェイ系だけじゃん。ウェイ系が、ウェイ系だけじゃん。しっかりしとるね、今回。あれ？ハロルド？生きて帰ってきたの？これを。それはやべえ石！しかも二つ！そうか、手に入れられたのか。なんだ？浮かない顔をしているな。魔王は倒しましたが、マーシャとテレーゼが死んでしまいました。そっか、それは残念だったな。誰か知らんけど、ま、ほんとさ、空気読めっつんだお。さあ、早くそのやべえ石をこちらへ渡してくれ。おお、これは超魔導石ですよね。三つ揃えば願いが叶うという。貴様は余計なことは知らなくていい。一体どんな願いを叶えるつもりです？ふうふうふう。決まっているだろう。この世界のすべてをわしのものにする。そして、絶世の美男美女を大量に製造し、ウハウハするのだ。そんなくだらないことのために、マーシャとテレーゼは、弱い者は滅びる定めなのだ。さあ、早くそのやべえ石を渡せ。おお。本当にモンスターは人間の敵なのですか？知らない。こいつ。そういうことにした方がわしにとって都合がいいからそう言ってるだけだもん。お前たちはそんな適当な作り話に騙されて魔王を倒してきてくれたってわけ。うふ。許せない。早くやべえ石ちょうだい。こいつ。断ります。あっそう。じゃあ死んでもらう。いいんですか？僕はやべえ石を二つ持ってるんですよ。バーカ。もともと魔法を使えない人間は、やべえ石の強力な魔力は使えないんだよ。まあ三つ揃えれば、願い事は叶えられるかもしれないけどね。だから、わしの持ってるやべえ石を奪えれば、願い事は叶うかもね。おーい！久々に魔力を解放すると気持ちがいいわーい。やばーい。
弱すぎる雑魚、待ってよ。ちょっと待って、え、もう無理だよそんなの。待って、ハイパーガードでしょ、まずハイパーガード。王女倒すか。貴様のガードなど私には通用しない。ひえぇ、嘘だ、ダメだ、勝てるはずがない。やっぱり俺は死ぬ定めなんだ。ハロルド、幻聴か。ハロルド、諦めるな。その声はテレーゼ。ハロルド、王の好きにさせてはいけない。この世界を守るんだ。おー、え、これガード効かないって言ったよな。もう一回やってみる。ちょっと聞かないと言ったけれど、やっぱダメかー。うわー、ハロルド、マンション、ハロルド守って。うわー、おそげー。はい、魔導書読めるぞ。みんなの思いを胸に、俺はもう逃げたりしない。弱すぎるアルペジオ最初決戦が始まる。おー、ホーリー、おーだろ、これは。いけー。あー、大丈夫、ガードが破壊できない。大丈夫。MP をね、まず MP を回復できるかな。よし、 MP 回復して、あー、なるほどね、そっちも回復するけんね。だから王女を先にやっといた方がいいんか、これは。いけ、ホーリー、よし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 、いけいけ、よし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 、ホーリー、おし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 、ホーリー、あ、通常攻撃やってみる？いいよ。どんなもんかね。540だよ、みんな。540。いけ！あいやー、あいやー、わーわー、まさかこれで二人を生き返らせるのかい？マーシャ、テレーゼ、ハロルド遊びに来たよ。馬の肉を焼いてきたぞ。人の家に入るときは抜くぐらいしろよな。テンション上がっちゃって、私の馬焼きはうまいぞ、馬だけにな。あはあはは、泣いちゃうよ。でも生き返らせることできるんだよね、マーシャ、テレーゼ。今の思い出は完全に熱。お前やめ、お前ふざけるなよ、そんなことすんなよ、今さー。熱そうすんなよ。そんなに仲良かったわけじゃないし。ひどい、これは。やべえ、石が光ってる。そうか、
三つ揃ったら願い事が叶うんだ。俺の望むものは、これ強すぎる RPG だって。王のところにでも行くか。うわ、魔人ダークソード、ダークアーマー。引き出しに持っていく価値のあるものはない。え、ワンワン、犬が出現、容赦はしない。え、なるほどね。強すぎる RPG を望んだってことなのかな。え？サンキュー。ああ、もうこの時点で倒したってこと？いや、でけえ鉢。片手で十分。ちょっと、なんで？懐かしさを感じる。なんか怖いんだけど。じいさん、何も言わないじゃん、触るなって。なんで？ハロルド、どうしたんだよー。違うでしょ。ちょっと待って、こんなの望んでないだろ、お前は。ちょっと待って、何か大切なことが。ここにいたんだ、そうだ、ここにいたんだよ、マーシャが。おばあちゃん、もしかしてお前さん、前にお前がいた世界では弱すぎたんじゃないかい。あはは、年寄りのたわごとさ。あー、でもここじゃ切らないんだ。待って、ちょっとなんか悲しくなってきちゃった。逃げるんだ、ウェイ系。ウェイ系はどうなってるかな。うわ、ウェイって言っただけなのに。うーわ、こりゃひでえ。うわー、すげえ気持ちいい。でもこれ、ひどいな、これ。一人で行っちゃうOKなの、これ。強すぎる。ここでマーシャが来てくれないのかな。来てくれないか。来てくれないよな。
待って、お前さ、強すぎるだろうがよ。魔人に注意。早く逃げて。ハロルドのことじゃん、これさー。やだよー。闇落ちしちゃったってこと？強すぎると一人になっちゃう。あ、なんか考えさせられる感じですね、これは。強すぎると。待てー、来た。いいえ。だよな、なんか人間って感じでオーラじゃないもんな。な。まあいい。お前が誰であろうと、魔王様を倒すというのなら、C 様が相手になってやろう。え、強いのかな。雑魚。もうハロルドやめてよ。こいつはいるんだ。え、全然、え、気をつけろ。こいつは C を一撃で粉砕したらしい。とにかく追っ始めようぜ。早いんだけど。氷雷。え、でもこれはさ、弱すぎるよ。これは結構さ、考えなきゃダメじゃない？ライオン！あのですね。進みますか、そしたら。もうハロルドじゃない。みんなが知ってるハロルドはどこに行ったの？あの、面白かったハロルド。もうやばいこれ。入り草だし、もうここ。鍵が気になるね。そうだね、鍵が気になるよね。これは？魔法薬ってなんだ？あー、MP 回復ね。来たのか。ここに来たということは、四天王はやられてしまったか。貴様の願いは何だ？この世界を手に入れたいのか？なぜモンスターを殺す？貴様は溺れているのだ。弱すぎるものを踏み潰す快感に。強いものは弱いものを守らなければいけない。うん、守らなければいけないものがいる。俺は震えている。お前が発している強大な魔力に。だが俺は立ち向かう。さあ、人間とモンスターの戦いに終止符を打とうじゃねえのか。これはさ、キャンキャン吠える。もう一言コメントがね、すごいよ、ちょっと。これかな。ちょっと必殺技やりたいんですけど。俺は負けるわけにはいかない。俺には守るべきものがあるんだ。え、やば。え、待って。1、10、100、1000万、10万？ちょっと待って、TP が待って。うわっ！
待て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 、お前がお前に殺されてきたモンスターたちの痛みを感じるがいい。待ってよー、ホーリー、あー待って、魔王がホーリーだって。 PP を上昇させて3000か。どうしてこんなことをする。やめてくれ、これ以上モンスターを傷つけるな。魔王の周りに魔力が溢れ出す、モンスターたちの無念が強大なエネルギーを生み出す。人間を墓場に引きずり込むように。え、待って待って、これだろ。うおー、かっこいい。やったか？くそ、くそ、時間がない。このままでは超魔導石の力に耐えられない。とっととくたばってくれ。これ負けた方がいいのかな。いやでも待って、イエイ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 、あらよ、大丈夫だったかな。ごめんね、ごめん、ごめん。でもさ、さっきはさ、王様が最後の最終ボスだったけどさ、王様のことはもう最初に倒したからさね。人間。やめて。来ないで。ダメだ。さよなら。え、コス、ザコス。はあ、幻聴が聞こえる。ザコス。立場が、立場が。し、ああ、待ってよ。俺たちの世界を守ってくれ。待って、おい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 。いやいやいや、違うだろうがよ、ほらよ。よし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 、その声は、テウ、ザコス、私の思いを託すわ。守って。そんな、そんな何回も何回も立ち上がったって無駄だぜ、ほらよ。あ、でも結構やばいかもしれないこれ。ノー、ザコス、俺の思いを託す。俺たちの世界を守ってくれ。いやー、やばいぞこれ意外と。ほらよ。うん、わー、ザコス、俺の思いを受け取ってくれ。うん、俺たちの世界を守ってくれ。意外とやばいのこれ。ほらよ。よし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 、まだ平気、まだ平気。どっち応援すればいいかわからないんだけどこれ。あ、どこにかかっちゃったね。ザコス、俺の思いを受け取ってくれ。俺はお前を守ってやれなかった。魔王様、守ってくれ。お前こそ本当の勇者。なあ、ほら待って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 、うわー待ってよー、何度目よ。待って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 、ちょっ待ってくれ待ってくれって。まず回復だりな、回復して、タコスパはやばい、やばくない、やばくない、ひぇー、攻撃力も下がっちまった。おらよ、
雑魚の分際で手こずらせやがって。俺は最強。この世界は俺のものだ。だから?本当にこれが俺の望んだ世界なのか?俺は何をしているんだろう?俺が本当に望む世界は、俺が本当に望んでいるものは何?魔人だ。でも引き出しには思い出が詰まっている。楽しんでもらえたかな、この繰り返しの世界を。なんだいその顔は。どっちの世界も嫌なのかい。わがままなやつだね。弱いのも嫌、強いのも嫌。まあ、君が本当に望む世界を用意してあげてもいいけどね。まあ、最後に僕と遊ぼうじゃないか。え?なにこれ?え、待って。何喋ってるか全然わかんなかった。文字化けしてたね、今。あ、わらべ。復活の薬。復活の薬って何?味方一人の戦闘譜の、味方いないんだけど。え、味方なんていないんだけど、これっぽっちも。うわぁ!ドラクエ6の最後やん、これ。僕は本当に弱い。君と同じように弱すぎた。でも、魔王が僕を守ってくれた。君がマーシア・テレーゼに守ってもらったように。二人で戦うんか?彼女たちは君を踏み潰さなかった。強い者も弱い者も楽しく生きられる。それが僕の望む世界だ。君はどう思う?もちろんそんな世界にしようと思ったら、戦わなきゃいけない時もある。そして、今がその時かもしれない。ペラ。やあ。君たちの戦いを見てるの面白かったよ。人間とモンスターの潰し合い。踏み潰されたものが踏み潰し、踏み潰したものが踏み潰されていく。本当に楽しかった。その後礼に、本当に君たちが望む世界をプレゼントしてあげようと思うんだ。ま、君たちが自分たちの強さを証明できたらの話だけどね。もしできなかったら、また弱すぎる世界と強すぎる世界を永久に繰り返してもらうよ。じゃあ楽しく遊ぼうぜ。うわうわうわ、待って、やばくない？毒無効ね、神。楽しもうね。まず上げるか、ちょっと。あ、待って、ザコスは?おーおー、これじゃんね。いけ!おらんよー!
いいよ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 。もう攻撃力が下がった。超魔導、やばいやばいやばい。やばいよ。この攻撃で全滅しないとはなかなかやるね。まだまだ楽しませてくれそうだ。君たちの全力を見せてごらん。そうでしょ。ゲームは終焉を迎える。迎えるな。まずエリクサーでしょ。んで持ってから、んで持って、一休みすんな、ポケン。ふぅ。超魔導を使うと疲れちゃうね。くそ、ムカつくぜ。復活の薬使って、あー大丈夫大丈夫、半分奪われた。本気出しちゃうよ。やめて、オーバーキルとか。もうさーもうさー、防御いけ、ウルトラヒール。よし、うわ、ザコスペーン。あらら、大丈夫？とっとと回復させといた方がいいよ。ちょっと待ってよ。ザコス生き返るんだ。そうだそうだ、ザコス、いけ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 。うわー、ずーわー。大丈夫、まだ平気まだ平気。何？超必殺技。マジックリジにしてみた、ちょっと。よし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 。いや、ザコスザコスこれで、多分あ、ザコスあ、防御しちゃった、やばい、間違えちゃった。うわー、いやー、あ、待って、よく耐えた。お前よく耐えたな。あー、待って、ザコス待ってよ。死なないでよ、ザコス。お願い。ザコス逃げる。いいのでは、いいのでは、いいのでは。オッケーオッケー。次、二人で、あー、いやー、二人で生き残りたいな、ちょっと。二人で頑張りたい、最後まで。いや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 、うおー、いけるぞ、いけー、ザコスいけー。いや、でもこれ残っちゃうかな。えぇー、ふふふ。あん、お見事。あ、間違えた。うん。お見事。やったー。なに、無音なんだけど。え、壊れてっちゃう。馬の肉を焼いてきたぞ。あ、テンション上がっちゃって。馬焼きはうまいぞ、馬だけにな。ハロルドを野球しようぜ。野球よりゲームしようよ。海外のテレビゲームを買ってくれたんだ。どうしてハロルドぼーっとしちゃって。あ、いや、どうしてハロルド泣いてるのか。誰がハロルドを泣かしたんだ。そんなやつぶん泣かってやるぞ。なんでもない。行こう。すごい。わかった。失礼にしよう。俺でよかったら話聞くぞ。そんなんじゃないよ、ハロルド。ん？行くぜ。あー、これ二人は記憶がちょっと残ってるのかな、ザコスと。ハロルド、今回のゲームもなかなか楽しかったよ。しばらくはこの世界でゆっくりするといい。さーて、今度はどんなゲームで遊ぼうか。じゃあ、次の世界でまた会おうぜ、ハロルド。あー、なにこれー、めっちゃすごかった。
ちょっと待って、やばかったこのゲーム。なんかゲームオブレイン、いや、なんか本当にさ、Thank you。 いや、超大作だった。まあでもあれかな、王様はいない世界なのかな。